さあ、最後平手、うん、柔軟、柔軟、はい、これはなんか私肩こりとかひどいし、ババアみたいなこと言うな悩みババア、体が硬いので。あ、そうなの、はい、これからはなんかそういうダンスとかの前にちゃんと柔軟してから体を動かそうと。あんな踊ってんのにね、はい、でも去年平手は中学生らしくだからね、はい、あ、去年書いたのは。でも去年なんて最も中学生らしくなかったからね。そうですね、平手なんて日本一中学生らしくない、いっちゃん大人びちゃったからね。そうか、できてた去年の目標は。いや、なんであんなこと書いたのかなと思って。あ、もうほらもう中学生らしくない、大人になってる、大人になってる、もう大人になってる。いやだ、もう、ね、肩こり肩こりだもん、ね、続いて予選 D ブロックはこちらの5名。辛いもの得意な子は、平手は得意だと思うんですけど、今までのみんなの反応を見てちょっと怖い、うん、いや、そうだよね、そうですね、だってみんな得意だ、なんなら私完食できますって言ってたけど、うん、ここに来たらやっぱもう辛い辛い、直前で守屋の特攻食いを見たらね、死ぬ覚悟ですあれあれあれ守屋かあれここで、まあ、料理がまたちょっと変わるということで、はい、D ブロックこちらの料理で対決していただきます。どうぞ。うまそう、うまそう。あ、さあ一応こちらですね、ご飯もついてますけども、はい、ルーを食べきればクリアと完食ということにいたします、はい、さあそれでは誰が決勝へ進出するのか参りましょう。予選 D ブロック用意スタート。さあどんな感じなんだろう。さあいった。辛い。でもそんなもん？あ、辛いぐらい？あれ？お、みんな？お？え？あれ？こいつら味覚バカ。あれ？平手もすげえ言ってるよ。ねえ。大丈夫？美味しい。おお、そうか、辛いんだけどやっぱうまさが勝ってるんだ。あとどうでもいいけど、澤部さんびっちょびちょですよ、首とかも。ちょっと止まりません、汗が、涙腺が爆発しております。涙腺じゃねえや、涙腺は何でですから。コメント間違える澤部さんもなかなか珍しいですけど。さあ、お、あれ鈴本も、い、俺も鈴本泣くなるじゃん。鈴本もう行くぞ。あれ、原田もバクバク行ってますよ。なんだこいつら。おお、なんだ、原田が一気に流し込んだ。このまま勝負が決まった。終わった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 。え、待って、終了。すごい、何これ。しかも何このグループ、土田チャンス誰も使わねえじゃん。誰も使わない。散々やっぱ辛いは辛いんだね、みんなも。これはやばいね、だんだんやっぱこの後から今あれ平手もかわいいチャンス来てますよ、平手さん。なんだよ、平手、平手さん、お前なんだよ、土田チャンス。かわいい、2回目にかわいいチャンス。お前勝手にかわいくなんじゃねえよ。土田チャンスにいないだろ。続いては平手がサーベイプレゼント。なんかこんな2個入ってる、なんかそう、細長いヌンチャク。あやったな、平手手抜いたな。手抜いたな。平手やりやがったな。手焼きの、はい、ペンライト。ペンライト、いや、なんかこれの理由はメンバーに見つけてほしいって言ってた、ライブの時ね、はい、そう。なんでそれを2本持って思いっきり振ってくれれば、近くにいた時に。2本多分持ってたでしょ。まあ、1本から1本ですかね。じゃあ2本だね。なんかあの八幡村みたいにさ、こう鉢巻きまでここに立てればいい。ほんで1本手振って、1本持って、うん、3本ぐらいにやってれば、やったらみんな気づいてくれる。気づく、絶対気づく。そうか、これで2本3本振って気づいてもらえなかったら、俺もその帰りに死んで帰るから。続いてまいりましょう。続いては平手。平手の気になったブログのテーマこちら、 MV 解説。解説、これはね、欅坂46 の、 そのミュージックビデオが解禁されると、うん、撮影の裏話や見どころなどを平手目線で解説しているブログを更新するんですって。へー、これはいつからやってんの？結構でも前からやってましたね。一番最初あれか、サイレントマジョリティとかはもうやってるの？そうですね。あ、もうデビュー曲からやってる。なんでやろうと思ったん？
LINE ライブで、なんかメンバーと全員でラジオをやらせていただいて、その時に私がそういう MV 解説っていうのをやって楽しいって思ったのか、やり始めたんだと思います。はあ、それではそれ実際に、どんなブログ書いてるのか、2016年7月26日のブログ見てみましょう。こちら。この間カップリング曲の語るなら未来をのミュージックビデオが解禁されましたね。私あのミュージックビデオを初めて見た時鳥肌立ちました。その理由と見どころを紹介していきます。見てほしいところ、最初に踊るダンスがうまい5人、にじか、鈴本、冬香、小林由依、ハブちゃん、この5人最高にかっこいいです。確かに2分4秒の上村の手の付け方と表情その次に映る尾関の表情、この2人大好きです。2分30秒の今泉の倒れ方結構細かいところまで。でもさ、これ確かに言われたら、はい、分数と秒数回だったら見たくなるよ ね。それ実際に、ね、平手が指摘している部分を抜粋しましたのでご覧ください。どうぞ。どうやらすぎてかっこいいやつね、どうやらこれね、なんかどっかのビルのホールみたいな。おぉ、かっこいい。あ、上村手の付け方、尾関の表情。ほら、雲、上村の手の付け方、尾関の表情。あ、すごい細かいな。今泉の倒れ方。今泉の倒れ方。倒れ方。もう。倒れる？ああ、倒れ方。いいですね。すごいよね。だってあんな4分とかある PV の中でね、はい、ミュージックビデオの中でピンポイントでここってね、本当に1秒ぐらい。あの中では平手の一番気に入ってるのはどこなの？やっぱ倒れ方今泉倒れ方ちょっと嬉しいよ ね。消えてったもんね、フレームからミュージックビデオが完成された時に、あそこの今泉の倒れ方すごい好きって結構何回か言ってくれてる。平手がその時からすごい嬉しかった。自慢の倒れ方ちょっともう何ならもう一回今泉の倒れるとこ見たい、見たいですね、うん、リクエストにお答えして今泉のリプレイをどうぞ。一回踊ってますよね、この時は。まだ踊ってここはに、あ、今泉、ああうわーって引っ張られてるみたいなね、うん、こっち側のスタッフさんにうわーっときながら止まって、はあ、あれはいいですね、平手先生。そうですね、なんか顔表情を残しつつ、その寂しさというか苦しさを残しつつ倒れて消えかけるっていうね。そうですね、すごい気に入ってしまって。なるほどね。尾関の表情もいいんですよね、上村と尾関のところもね。そう、なんか頑張って踊ってれば見てくれてる人がいるんだなってもう何、先生みたいな声じゃない、平手は。めっちゃ今嬉しいです、本当に。まあでも嬉しいよね、上村も嬉しい。あそこ良かったよはね、あんま人に褒められることないんで平手ちゃんに言われるとやっぱすごい嬉しいですね。嬉しいんだ。次投げる方、平手近めだよね平手も平手前回やったないんだ。怖い、落とすだけね。ちょっと高くない？大丈夫？もっと近い？もっと近い？大丈夫？いやいや、低すぎない？そうね、もうちょい低すぎると平手取るのが大変だから。いくよ、はい。来た来た来た。あれ次原田。この体勢なんだよ正式なこの競技の正式な構え